というわけで、日本語日本文学科、日本語学担当の須永です。よろしくお願いします。はい。というわけでですね、早速ですが、ちょっとずつ考えていってみようかなと思います。まず、やばいですね。冒頭でも問題になりましたが、今、我々が若者言葉とかでですね、良くも悪くも、美味しい時も美味しくない時もやばいって言ったりすると、それで意味が通じるのか、みたいな文句を言われたりします。 でね、あの、もともとあの、悪い方の意味で、やばいだったはずなんだけども、なんかあの、ものすごく美味しい時に、やっぱやばいって言えたり、あの、してしまう。そうするとこれって、え、ある種あの、言葉の乱れとか、え、最近の若い人も言ってることがよくわからない。えっ、ー、と、何を考えてるんだと。と思われるかもしれない。 だけれども、これあの、好き嫌いとかですね、今の価値観というのを一、えー、回覗いてみて、えー、古典ではどうだったか、えー、元々日本語ってこんなことやってなかったのか、ということをちょっと考えてみたい。というのが、あの、今日、えー、最初、えー、見てみようかなと思っていることです。で、えっ、ー、と、皆さんが、あの、高校の古文とかで、いろいろ古文単語を教わると思うんですが、えー、その中で、あの、イミジってやつが、えー、いたはずなんですね。で、 良くも悪くも程度の甚だしい様なんて言われてるわけだけれども、それって、えっ、ー、と、やばいと変わんなくないかと,ということを、あの、ちょっと冷静に考えてみたい。えっ、ー、と、一つ目はですね、あの、山物語とかそこら辺で、えっ、ー、と、いくつかあの、似たような話は載ってるんですが、あのー、 有名なんだと、あの、筒井筒の話かな。で、筒井筒の話の、あの、浮気相手のところに行った時のオチなんですが、えー、当時平安時代のお姫様というのは、あのー、自分の手でご飯を装うっていうようなことをやるのは、あの、お上品ではないと,と、えー、言われてまして、あの、自分の手でですね、あのー、ご飯を装うというのは、あの、下品だと。えー、それ見たら、あの、いっぺんに冷めるような、あの、行動だとされていました。でですね、えー、その、 物陰から覗いてみたら、えー、女の人が、えー、自分の手で、えー、手ずから、あの、自らが自分の身、えー、なので、えー、手ずからって言ったら自分の手で、あの、自分の手で、えー、ご飯を、えー、盛り付けてやがったと。で、それを見た男は、意と意味字っていうわけですね。でね、あの、ひどいはあんまりだと思って、ここで、あの、いっぺんに覚めて、えー、この女のところには行かなくなってしまいましたっていうことなんだけども、えっ、ー、と、意と意味字と。うん。 えっと、雑に訳したら、マジやばい。で、通じないっていうことなんですね。うん。あの、物陰から見て、この女やばいわ、やめとこっていうような感じで、意図イメージマジやばい。で、一つこの、あの、意図イメージを覚えといていただきたいんですが、あの、数分間だけでいいので。この組み合わせで、今これディスってます。悪い方の意味ですね。 で、えー、もう一つ別の場面、えー、同じく平安文学でも、例えば、現氏物語あたりで、あの、紫の上の姿が、あのー、すだれが、風で巻き上がって、えっ、ー、と、一瞬見えた。で、そこが、あの、ものすごく美しい姿のお姫様が、えー、見えた。というところで、えー、中で、なんかあの、ふふんって笑っているような、あのー、紫の上の、姿が、えー、見えて、えー、非常に美人さんである。こういう時に、あのー、同じように、あの、内笑いたまえる、糸、えー、にみじく見える。 やっぱりいいとイメージなんですよね。で、この場合どういうことかと言ったら、あの、すごくいい方なんですよ。あの、褒め言葉なわけですね。こっち側も結局、マジやばい。物陰からチラッと見えて、えその姿が素晴らしすぎて、やばいっていう感じの、あの、やばさですね。そうするとですね、あの、我々が、良くも悪くもやばいと言ってて、それはなんかあの、表現が雑になった。 と、えー、一方で言われる。だけれども、ある種これって、物は異様みたいなもので、あのー、ね、みやびな、えー、元々の清く正しく美しい伝統的な日本語というのが良いものだとするのであれば、イメージが、えー、良くも悪くも使えるということに関しては、あの、豊かな表現であるとかね、えー、言われるわけです。 で、一方で、えー、若い人が、あの、やばいっていうのをよくも悪くも使ってるのは、あの、雑であったり、意味のわからない、それでは伝わらないではないか、みたいなことを言われてしまう。それって一つ、結局、あの、価値観の問題なんですよね。で、それって結局、あの、さらに突き詰めてしまえば、あの好き嫌いみたいなもんです。 で、この好き嫌いとか価値観とかを排して、あの、言葉のありようというものを探っていくというのが、あの、学問研究としての日本語学だと思ってもらえるといいかなと思います。のでですね、あの、この言い方が好き嫌いということとは別に一旦それとは切り分けて、あの、日本語というのがどういう発想で、どういうシステムになっているのか。 で、今の若い人が使っている言葉の使い方というのが、えー、全く新しい、あの、変わったことを始めたのか、ひょっとすると、昔から日本人というのは、あの、同じようなことをやってきたのか、えー、そういうことを探っていくというのが、あの、日本語学だと思っていただけるといいかと思います。 で、さて、続きましてですね、えっ、ー、と、何でもかんでもやばいの、あの、一個前バージョンですかね、超、えー、とかマジとかガチでとか、あの、いろんな言い方が、の、出ては消えていく。で、そうするとですね、この安定しない、えー、流行り言葉に対して、えっ、ー、と、最近の若いものは、またよくわからない流行り言葉が出てきてと、というような、あのー、眉の潜められ方をするんだけれども、これはこれで一つ、あの、研究になるんじゃないかと、ということは、あの、簡単にご紹介いたします。 でですね、あのー、そもそも、強調表現って、ずっと使える安定的な強調表現っていうものが、あの、ありにくいんですね。で、強調ってことは、あの、はい、ここ注目っていう感じで、注目してほしいわけですよ。そしたら、耳慣れない言葉、あの、ちょっと人目を引いた方がいいんですね。目立ってなんぼだから。だからね、よくあの、強調表現で、あの、文句言われるのが、あの、汚めな表現、あの、お行儀の悪めな表現が多い。 あの、バカ丁寧のバカとか、あの、くっそ面白いとかね、くっそうまいとかね、うまいにクソってなんだよって言われたりするわけだけれども、よくよく考えると、バカとかクソとかって言われることによって、あの、ちょっとした、あの、程よいストレスがかかるわけですよ。で、引っかかりを覚えるわけですよね。ね、あの、強調したい、こ、えー、こ,こ注目してほしいっていうところから出発するのであれば、その引っかかりを覚えてもらうっていう戦略って結構大事だったりはするので、あの、汚めの表現が、あの、むしろ好まれたりします。 と同時に、よく耳にして慣れてしまったら素通りできちゃうから注目してもらえなくなっちゃうんですね。そうすると今度は次々にあの耳慣れない新しい表現というのが好まれていく。えー、そうするとですね、結局強調表現は強調表現である以上は、なんかあの耳馴染みが悪い。うん、あの、よく入れ替わる。えー、なおかつ汚めな表現が多い。えー、というような形で、若い人があの言ってる言葉というのがあの文句を言われやすい。 だけれども、それって、あの、若い人の態度がどうこうというよりは、強調するということから、あの、本質的に求められてるんじゃないかと。で、そもそも、あの、強調表現というのが安定しなくて、あの、入れ替わりが激しい、あの、世界なんだと。ということを、引いた目で見たら、え、それこそ、価値観、好き嫌いというのを除いて、観察をしてみたら、そういう世界が見えてくるんじゃないかと。と思ってます。なので、例えば、こんなデータが、あのー、 取ってみると出せるんですが、これ何やってるかというとですね、あの、バカ真面目とかクッソ面白いみたいな感じで、あの、広い意味での形容詞に、あの、バカとかクソとかがついて、強調する表現っていうのが、あの、どういう、え流行り方、そしてスり方をしてるかです。で、青の方の、えっと、グラフというのが、こっち側が80年代、ここら辺があの、2009年までなんですが、まあ、2000年代まで、まあ、あの、40年ぐらいかな。 80年代から90,00、えっと、2030年か。うん。30年ぐらいの間で、えっと、どう、あの、広まっていったかですね。で、あの、バカ真面目みたいな感じで、あの、で、バカ丁寧とか、あの、バカ面白いみたいな感じで、でとにかくあの、バカつけて強調したろ。というような、あの、流行り方って、80年代あたりから伸びていって、で、えっ、ー、と、90年後半から、 えっと、大流行りして爆発するんですね。で、このぐらい使い方が上がると、あの、みんながよく聞くようになるので、効果が薄れるんですね。インパクト減っちゃうわけですよ。慣れられちゃって。そうすると、一回流行ると、あの、その役目を終えて、急速に、あの、捨れていくと。こっちが流行りしたりの、下たりの部分ですね。 そうするとですね、あのデータ取るのの時間差があるので、あの、ここ最近の10年っていうのがまだ取れてはいないんだけど、この後をね、あの、にあの、追いかけるような形で、えっ、ー、と、クソの伸びとていうのが、えー、10年前までのデータに関してはあの見ることができます。ちょっと遅れて伸びていって、ちょうどちょっと遅れたあたりでこのぐらい使われるようになって、で、ポンと上がるんですよ。で、この先、あの、データ取っていくというのが、あの、この後あの、ね、 あの、データ自体が確定したらの課題なんだけれども、おそらく、こういう予測がつくわけですよね。で、今、あの、バカなんちゃらよりも、あの、くっそう面白い、あの、くっそう前みたいなのが、あの、流行り、くそしょうもないみたいな感じで。で、えっ、ー、と、これもあの、もともとくそしょうもないとか、バカ正直みたいに、悪い方の意味からスタートしたんだけれども、くっそう前みたいな感じで、あの、いい方の意味でもこのロぶ。 えちょうどやばいがですね、あの、悪めの意味からスタートしても、あの、良くも悪くも使えるっていうような広がり方とえ、ほぼ同じような、あの、流れを見せます。その上でおそらく、今、もう、頂点行って折り返しぐらいになってるのか、あの、この後多分廃れていくんだろう。そうすると、今まだ気づいていないけれども、えっ、ー、と、また新たなですね、えー、調表現が、えっ、ー、と、密かに伸びていって、この後広がってと、と というようなことを実は繰り返しているのではないか。というような形を見ることができます。のでですね、蝶とかガチとかマジとかどれが一番すごいのみたいなことを考えてみようみたいな暇な考え方もあるんですが、あれって別にどういうのがより程度が高いかというよりは、流行りの時期の差だったりするんですね。 のでですね、あの、蝶とかガチとかマジとかが、あの、どのように使われていったかなんていうのも、あの、日本語学の中であのデータを取ってですね、その流れを追うっていうことが、あの、できたりします。あの、簡単にご紹介しますが、超、えー、とマジとガチをですね、80年代、90年代、2000年代にかけて、えー、どんな感じで広がっていったかっていうことは、あの、見るっていうことができます。 えっと、こんな感じのデータかな。えっ、ー、と、これなんかあの、70年代からあの、撮ってるんで、えっ、ー、と、約40年分あるんですが、えっ、ー、と、一番下の、えー、青が70年代。で、えっ、ー、と、オレンジが、えー、その後、80年代。えー、グレーが、えー、90年代。で、えっ、ー、と、黄色があの、2000年代だと思ってください。そうすると、えっ、ー、と、全体的に見ると、あの、こういう流れですね。あのー、どんどんあの、 量が増えていくということを見ることができると思います。で、えっ、ー、と、超マジ、ガチの順番だなってこともわかるわけですね。あの、うん。超が、えっ、ー、と、そもそも70年代時点で存在していると。で、マジが、あの、ちょっと後ですね、オレンジがポコンと見えると思うので、80年代あたりから使われるようになって、伸びを見せる。で、ガチみたいなのは、あの、2000年代あたりから、あの、出てきて伸び始めると。 というような、あの、傾向というのを見ることができます。そうすると、蝶が最初にスタートして、えっ、ー、と、それを追いかけるような形で、えー、マジが生まれ、えー、それだけでも飽き足らず、あの、ガチって表現が、あの、一般に広まるようになる。というような、あの、流れを見ることができます。ねえ、えっ、ー、と、一つね、あの、言葉の流行り廃たりというのを見るっていうときに、あの、どうしてもね、あの、目立つのって流行りの方なんですよ。 で、言葉を大事にしようとかいう場合に、えー、最近のよろしくない流行り言葉がこんな、あの、良くない言い方が流行ってしまって残念みたいな言い方をするんだけれども、あの、もし言葉を大事にしようと思うのであれば、あの、もう片っぽの下りの部分っていうのも、あの、見てあげなきゃいけないっていうことが、あの、出てきます。これさっきあの、蝶とかマジとかガチとかの流れを見ていって、えー、蝶が先、その後マジ、えー、その後ガチが追いかけていくというようなあの流行りの流れを見ました。 で、えっ、ー、と、人類がですね、えー、時代が進めば進むほど強調したいものが増えるというわけではないので、あの、強調したい、あの、環境とかって一定だと思うんですよね。あの、そんなに差はないだろう。で、その中で、どういう表現を使うかっていう流行りが、あの、動いていくとしたら、ある時期は蝶がすごい使われてるんだけど、その後にはマジがすごい使われるような時期が来て、みたいな、あの、入れ替わりがあるはず。 そうすると、蝶とかマジとかガチとか、えー、今見てきたものが、えー、流行った背後でですね、えーと、使われなくなっていく流れというのがあの一方で見えるのではないか。 そっち側にも目配りをして、えー、バランスをあの取ったの世界というのをあの見ていくというのがあの学問としての日本語との向き合い方です。のでですね、あの、超とかガチとか、なんかあの、若者言葉的で流行り言葉的でよろしくない側だけを挙げつらうのではなくて、えー、その反対側に何がいるか。というので、えー、例えばですね、あの非常にとか、あの大変とかを見てみようかと思います。えー、とこんな感じですね。えー、同じように並んでいるので、えーと、青が古い方、70年代。 上に行くにつれて薄い黄色が2000年代ってことになります。そうすると、非常にも大変、もう、あの、こっち側の線描きますね。時代が進むにつれて、使い方が減っていく。こういうようなバランスを持ちながら、あの、言葉の全体、強調の流行りスりって、あの、見られるんだな。ということを、あの、明らかにすることができるっていうのが日本語学だったりします。 なので、あの、何かあの言葉の変化について、あの考えたり、あの嘆いたりするのであれば、こういうのをよく見るようになったということの背後にですね、最近あいつ見ねえなく、というような感じの、あの、消えていくような言葉、消えていくような表現にも、あの、ぜひとも目を配らなければいけない。えそういうようなバランス感覚っていうのが、あの、割と必要になってくると思ってください。なので、先ほどのグラフを、あの、ざっくりとまとめると、あの、超なんていうのはですね、この、 20年前まで、うん、ぐらいですが、あの、この、過去40年間で、えっ、ー、とね、5倍ぐらいに増えるんですよ。使われ方が。あ、ごめん、えっ、ー、と、3倍だね。に対して、えっ、ー、と、非常に、なんていうのは、あの、過去40年間で、あの、5分の1ぐらいに減ります。使い方が。で、えっ、ー、と、非常にの分が、えっ、ー、と、減って、えっ、ー、と、それの空いた空き地を蝶が埋める。 と考えてもいいし、あの、腸が、あの、増えていって拡大していったのに押し出されて、非常にの、あの、出場の機会が減ったのかもしれない。どっちが先でどっちがあったかってことは分からないけれども、少なくとも力関係において、えっ、ー、と、腸が拡大していく。え、それと対応するように非常にというのが、あの、縮小していく。このような形で、あのー、それこそ言葉の生態系みたいなもんですかね。えー、というのが、あの、変化していく。というのは、あの、見ていく。ということが、あの、できるようになります。で、そもそもね、あの、これが、あのー、 最近の傾向なのか最近こうやって入れ替わりが激しいのかっていうと、あの、実はそうでもなくて。あの、古文の時期から協調表現なんていうのは入れ替わりがあるだろうし、協調表現にかわ、あの、限らず、あの、言葉って入れ替わってるわけですよね。あの、もし言葉の入れ替わりが全くなくて、え、安定しているのであれば、我々未だにあの、古文を喋っているはずで、え、古典文法を教わる必要ないわけですよ。 変わっちゃって読めなくなっちゃったからあの古文をわざわざ学んでいる。ということは、え、千年かけていろんな言葉がちょっとずつあの入れ替わっている。そうすると、今の時代で見てみると、え、超とか非常にとかいうののあの入れ替わりが見える。で、これがあの、ごくごく最近であれば、安定していた日本語が崩れ始めた、ああ、投げかわしいって思うっていうことになるんだけれども、こういうことが今あるのであれば、 で、少なくとも、それがあの過去40年のスパンの中で見ても、こういう入れ替わりって繰り返されてるよねと。ということがあの明らかになるのであれば、平安時代の古文だって入れ替わりが結構あったりするのではないかと。どっかの瞬間の古文を読んでいるだけなので、あの作品ごとに並べてみたら、流行りしたりとか、昔は昔で流行語みたいなものってあったんじゃないかと。というようなことをあの明らかにしていく。というようなことがあの研究をすると、あの見えてきます。 でですね、あの、古文のあの、糸、お菓子みたいなもの。これはなんとなくね、あの、古文といえばあの、糸、お菓子で、あの、古文の協調といえばあの、糸、うん、っていうのがあの、ね、中学生でも覚えるような古文単語だと思います。でですね、あの、枕の創始ですが、えー 春はあけ物の,のとこですね。あの、秋とか、あの、冬あたりを、えー、確認していきますが、えー、秋は夕暮れ、夕日の差して、えー、山の葉、糸、地高なりたるに、えー、カラスの寝床へ、楼へ行くとて、えー、蜜四つ、えー、二つ蜜など飛び急ぐさえ哀れなり、巻いて狩りなどの釣られたるが、糸小さく見える糸おかし火入り果てて、えー、風の音、虫の音など、旗言うべきにあらず、みたいな感じで、うん、あの、綺麗な日本語って思ったりですね、あの、雅な古文って思ったりするわけですよ。 が、えっ、ー、と、これもあの、ある瞬間の日本語に過ぎないのであって、えー、ここであの、使われている意図というのが、え、古文だったら片っ端から意図おかしなのか、というと、実はそうでもない、えー、ということがあの、見えてきます。グラフにすると、どーん、こんな感じですね。えっ、ー、とね、こっち側が古い時代で、こっち側が新しい時代だと思ってください。 で、えっ、ー、と、平安時代の古い方から、えー、竹取物語、えー、土佐日記、えー、枕草子、えー、源氏物語、さ、え、ら、ー、しな日記、大鏡と。で、鎌倉時代入って、えー、北条記、つれずれ草で、このあの、青いグラフって何をやってるかというと、えっ、ー、と、その分の、あの、その作品全体の中の何パーセントぐらい意図が出てくるかということを、えー、私、暇に任せて統計を取りました。で、ここの線が1%だと思って、 全体の1%。はい。でですね、そうするとこれって、えー、ちょっと前に見たクソとかバカとかのあのグラフに似たようなものがあの感じられないかってことなんですね。枕の創始とかで、えっ、ー、と我々はあの古文を並び、えー、枕の創始はあの片っ端からあの糸おかし、糸おかしって言ってるから、古文といえば糸おかしだと思ってるんですが、あれはあの枕の創始の時代のえ特殊事情というのがあって、ある種流行語みたいなもんなんですよ。 枕の創始とか現地物語の時代に糸って使うのがすっごい流行ってて、それが終わると、あの、使い方が落ちていくんですね。で、そしたら、あの、これはこれで、あの、ある種の流行みたいなものでえ、超だったりガチだったり、あの、非常にだったり大変だったり、いろんなものが入れ替わっていく。それの中の一環にですね、あの、古文の糸というのも実は置続けられてしまうっていう可能性が出てきます。で、しかもですね、このあの、枕の創始あたりの、 1%, 1、えー、意図を言うっていうのは結構な量なんですよ。あの、100語に1語。1%って大したことないと思うかもしれませんが、あの、こうやって喋ってたら、あの、いろんな言葉使ってるので、だいたいあの、2000から3000語くらいは、あの、日常会話で使うわけですよ。で、100回に1回意図って言ってるって結構な量ですね。あの、枕の創始の意図っていうのが1%超えてるんですが、あの、これ異常に高いです。あの、ご参考までにですね、2000年時点、時点での、 あの、蝶が、あの、普通の文章の中の何パーセントぐらいが蝶かっていうのをね、あの、出してみたんですが、0.007%。で、えっ、ー、と、ちょっとお行儀がいい、とてもの方もですね、とてもで0.017%。1%はそうそういかないんですよ。桁違いですね。で、あの、片っ端からあの、糸糸糸糸言ってるとか。そういう目で見ると、これがですね、あの、古文で清く正しい、雅な、あの、言葉である。というイメージだから、あの、 ちゃんとした日本語に見えるかもしれないけれども、それってもう好き嫌いだったり価値観かもしれなくて、今のあの若い人が、蝶とかマジとかガチでとか、あの息をつくように言っているのと、実はそんなに変わらなくないか。というような、あの、見方に、あの、見方を変えることが、あの、できます。これ、例えばね、今の我々が、なんとなくあの、マジでなんとなく日本語学の話をこうやって聞いてみたんだけど、マジ意味わかんなくて、マジやばいんだけど、 っていう言い方があるとして、この感覚とあんまり変わらなくないか。秋は夕暮れ。夕日の差して、山の葉、糸を地高なりたりに、カラスのどこへ行くとて、二つ蜜、えー、二つ、つ四つ二つ三つなど、えー、飛び息さえあれ、あれないと。 で、ここら辺からかなんで、巻いて狩りなどの面に立てば、糸を小さく見える、糸をおかしうん。えー、火入り果てて、えっ、ー、と、いか略。で、ここら辺か、特に。えー、冬は努めて、え、雪の降りたりは言うべきにもあらず、えー、こっから先なんかひどいですね。えー、などの糸を白木も、またさらでも糸を寒木に、火のいあの急ぎ起こして、墨を渡る、渡るも、糸を月々し、糸を言い過ぎじゃねって感じがするわけですよ。糸を白木も、また糸を寒木に、糸月々し、 頭悪そうな文に聞こえてこないか。それって結局あの見方一つなんですね。なのであのイメージというのがあの豊かな表現で、やばいというのが雑な表現。そんなものは物の、ものはいいよみたいな感じでの。価値観、あの見方一つです。 ので、あのー、この意図の使い方をよくよく考えてみたら、あの、結局これって、我々が、あの、若い人がですね、あの、マジとか、蝶とかを、あの、息をつくように言っているっていうのと、そんなに変わらなくないか。で、えっ、ー、と、極端な話、あの、今の我々が、あの、マジとか蝶とかって言って、そこまで強調してるのかって言ったら、そんなに強調してる感じは実はしないんですよね。そこまで強調してるかというと、あのー、そんな感じはなくて、あの、ある種のリズムみたいなもの。 それ考えたら、これもあのね、真面目に古文を訳そうと言ったら、糸白きも糸寒きに糸月々しっていうのを、とても白いのも、とても寒いのに、とても似つかわしいみたいにとてもとかでわざわざ訳しますが、そんなに強調してないんじゃないか。超とかマジとかガチでとか本当にみたいな言い方が、そこまで実は強調していないのと同じように、ある種息継ぎみたいなリズム感として、ここの糸っていうのが入ってるだけなのではないか。 強調するとしたら、これ、あの、比率化れてしすぎですよね。あの、雰囲気で、あの、言ってるだけなのではないか、というようなことが見えてきます。そうすると、若い人が何かを喋ってる時に、ノリで、えっと、マジでとか、本当にとか、あの、ガチでとか、ま、あの、超とか、あの、サービス精神で、あの、ちょっと強調すると。あの、そんなにすごくはないんだけれど。ということと、あの、やってることって、あの、ほぼ変わらないのではないか。 というようなあの傾向というのが見えてきます。なので、我々ってずっとそんな風にコミュニケーションしてきたんじゃないかなっていうようなのが見えてきたりするんですね。なので、えー、強調表現というものを見てみると、どうやら具体的に何指してるかわかんない幅を持った強調というのはあの昔から持っている。イメージとやばいというのは、その点でそんなに変わんないんだよね。それからですね、 あの、息継ぎとか、リズムのような強調表現っていうのがあって、あの、文字通り、あの、この意味を強めているというよりは、あの、喋ってる時のリズム。それこそ、あの、これがね、こうなんでさ、みたいに、顔色をかけがながら、ねとかさとかはい意味ないけど、ほとんど。それと同じような形で、息継ぎと勢いで、あの、聞いて聞いてっていう感じで、あの、蝶みたいなのが、糸みたいなのが入る。というような、あの、強調の使い方というのを実はしてるのではないか。 そうすると、あの、意味がわからないとか、それどんな意味だっていう、あの、形のお説教をしたりはしますが、実はそもそも、思ったより意味なんかないのではないかと。思ったより無意味な協調を使うことによって、あの、コミュニケーションのノリというか、リズムというか、テンポというか、えそういうものを、あの、整えていってるのではないか。というような、あの、共通性というのが見えてきます。 でですね、えー、さらにこの、あの、傾向を見ていると、あの、いろいろ入れ替わりがあるっていうことは、あの、言いました。古くは意図自体がある種の傾向、あの、流行り言葉だし、あの、超だったり、マジだったり、ガチだったり、あの、いろんな、あの、強調の仕方っていうのが、あの、現れては、あの、流行りしたりで消えていく。 で、そうするとですね、あのー、その協調の仕方とか、あのー、思ったほど、あのー、本気で言ってるわけではないんだけれども、えー、リズムを持ちつつ、あの、意味のない協調を、あの、するという点においては、えっ、ー、とー、割とあのー、若い人が言ってる言葉とか、あのー、結構魅力的ではあるんですね。あのー、どういう発想で、えー、どういう新しいものが生まれてくるかって、それだけあの、世界が広がるようなものなんで。で、えっ、ー、と、最近、見られるのがオタク界隈だとこれですね。 ええ、ええ、尊いとか、あの、しんどいとか、あの、無理みたいなのですね。あの、これがまた、あの、褒め言葉になるわけですよ。推しが尊いっていう言い方をしたりするわけですね。 なので、えっ、ー、と、もとだったら超かっこいいとか、えー、マジイケメンみたいな感じで、えー、超とかマジとかでかっこいいとかイケメンとか意味があるものを、あの、就職していた、えー、というような、あの、表現を取ってきた。で、そこの超とかマジとかの部分がくるくる入れ替わっていったんだけれども、そういうあの、ちょっとしたものをポコンと入れるっていうのではなくて、えー、言い方自体をですね、えー、尊いにしてみたり、えー、無理にしてみたり、というような、あの、傾向というのが見えます。 で、これはこれで、あのー、半分の理由付けとしてはね、あのー、強調表現というものが、えー、最初の頃で言った通り、あのー、慣れたらおしまい、えー、新しくてなんぼ、インパクト勝負みたいなものだから、えー、方法自体新しくしてやったらそれだけで、あの、目新しくて、あのー、面白くて飛びつく人が出てくる。えー、そういうような形で流行るんだけども、えー、実はここにですね、伝え方の差というのが今の社会で見えるのではないか、という気がしています。 どういうことかというと、このあの、伝え方というときにですね、もともと我々は、あの、原始的な世界を考えたら、文字ができるよりも、あの、声で喋ってることの方が早いので、あの、音声中心なんですね。あの、口で喋るっていうのが、あの、言語のベースで、えー、それを書き留めて記録をするっていうのが文字っていうような感じになります。なので、えー、もともと、えっ、ー、と、声で伝えていたものを、 え、いつか、あの、大昔に、え、文字を発見、発明し、え、文字を伝えられて、え、文字で書けるようになる。そういうような形で、あの、声で伝えるっていうところをベースにあの言葉をイメージし、え、文字で伝えるっていうこともできるようになったっていうのがあの、歴史の流れです。で、え、文字で伝えるようになると、あの、ここであの、いわゆるあの、話し言葉に対する書き言葉っていうのが生まれて、え、話し言葉と書き言葉の差っていうのが生まれてきます。で、え、声で伝えてる時ときと、文字で伝えてるときで、あの、 いろんなところで、削ぎ落とされる部分とか変わる部分ってあるんですね。で、有名な話ですが、喋ってる通りに、あの、文章化したら書き言葉になるかって全然ならなくて、あの、試しに、あのー、今私がこうやって喋ってるのを、一生懸命文字に落とし込んだらひどいことになると思うんですよ。で、息継ぎ的な、あの、強調で、あの、昨日ね、どこそこにね、みたいなのは、あの、文字に書くときは消えますし、あのー、今、あの、って言ったみたいに、これ気にしだすと言えなくなってくるんだけど、あのー、これね、 えー、喋ってる時のえとかあのとかも、えー、これあの、息継ぎとか、あの、間をつなぐ時に入りますが、文字で書いたらあの、消えますね。で、文字で書いて整っていくっていうところで、声で伝える時には、それこそあの、あのとか、ねみたいなのが入り、しかもそれが無意味じゃなくて、相手とのあの間、間合いを取ったり、顔色を伺ったり、反応を見たりっていうような形で、昨日ね、どこそこにさ、みたいなのとか、あの、みたいなのとか、あの、意味を持つんですね。あの、効果を。 で、その、息継ぎ的な強調として、ねとか、さみたいなのが、文字で使える、伝えるときって、これ消えちゃうんだよね。で、この、息継ぎ的なところに、おそらく、長とか、マジとかって、これに近いところにいるんだろう。実際に意味があるわけじゃないんだけど、それこそ、あのってあのね、 どの、その、あの、みたいに何を指してるかって言ったら指してるわけではなくて、間を埋めてるだけ、テンポを取ってるだけ。みたいな感じで、蝶とかマジとかも、思いっきり強調したいとか、意味を強めたいっていう意味ではなくて、その中であの、テンポを取ってる。えー、ほぼ無意味なんだけど、間にポコンと入るねとかあのとかみたいな感じで、蝶とかマジとか入る。で、これはおそらくあの、文字で伝えるようになってくると、あのー、消えやすいんだと思われます。で、 本来、なんとなく、話し言葉と、あの、書き言葉の方はしっかりしてて、え、話し言葉の方は砕けてるようなイメージがありますが、えっ、ー、と、日本語というのは、あの、日本語に限らないけど、特に日本語は、あの、幅が広いので、あのー、いろんな幅があるんですね。で、書き言葉が、あの、しっかりしてるようには見えますが、それあのー、ね、ちゃんとした文章、レポートとか、あのー、小説とかであれば、しっかりしてるけども、 え、交換日記とかね、あの、メモとかであれば、砕けた書き言葉っていくらでもあります。と同時に、話し言葉でも仲間内で喋ってれば砕けてますが、あのー、ちゃんとした場面で、改まった場面であれば、改まった話し言葉っていうのを、あの、使うことはもちろんできます。で、もちろんこの改まった話し言葉と、しっかりした書き言葉が、これまたイコールではなくて、微妙なズレを持つ。で、これ全部が、あの、日本語の幅なんですね。 で、えー、書き言葉は書き言葉で、しっかりした書き言葉から砕けた書き言葉まで、それも2種類ではなくて、いろんなしっかり仕方、いろんな程度の砕け方の幅がある。で、話し言葉は話し言葉で、えー、改まった話し言葉と、あの、砕けた話し言葉、えー、それぞれいろんな改まり方、いろんな砕け方の幅があり。えー、そもそものベースとして、えー、話し言葉と書き言葉という環境の差、これも一つの幅です、があり。 こういう幅の中全体があの日本語である。で、その中で、えー、なんとなく正しい中心というのが、えー、しっかりした書き言葉に足場が置かれてるっていうだけなんですね。なので、なんか丸抜をつけたくなる気分になると、えー、基本的にはしっかりした書き言葉ベースで、えーと、砕けてるやつはダメっていう感じになるんだけれども、えー、これはあの研究観察しようというのであれば、しっかりした書き言葉というのは日本語のあのスタイルの一つであって、 えっと、砕けた書き言葉とか、砕けた書きこ、あの、話し言葉っていうのも、えー、同じように日本語のスタイルの一つということになります。そうするとですね、あの、こういうところに気づいていって、あの、価値観とか好き嫌いとかを一旦切り離した上で、えー、言葉をあの、対象として観察してみようと,と思うとね、思ってる以上にね、あの、見る世界と、あの、対象が広がるんです。あの、しっかりした書き言葉で丸バツつけてたらそこでおしまいなんだけれども、あの、砕けた書き言葉でも、砕けた話し言葉でも、あの、全部があの、日本語の スタイルの一つであるならば、その分、あの、見るもの、えー、と、見られるもの、えー、多様性ってあの広がるんですね。そこら辺があの、言葉の面白さだと思っていただけるといいかと思います。で、このあたりもね、えっ、ー、と、若い人がどうやって表現をしていくかっていうことを追っていくと、あの、言葉がどうやって、えっ、ー、と、変わっていくか、で、どういう形を、あの、獲得していくか、ということが、あの、割と見られるようになります。 で、えっ、ー、と、元々は、えっ、ー、と、書き言葉で、えっ、ー、と、しっかりした書き言葉っていうのは固まっているので、あの、話し言葉の方は先に砕けるわけですよ。で、えっ、ー、と、経験あると思うけど、あの、仲間内で砕けた話し言葉を使ってても、えー、ちゃんとした文をしっかり書こうと思ったら、そういう言い方はしないっていうことは結構あるわけですね。あの、例えばラヌキとか、あの、見れるとか食べれるとか、口で仲間内では言ってるんだけれども、えー、ちゃんとした作文書こうと思ったら、見れる、食べれるは使わない。 で、それがですね、いつの間にかちょっとずつ、あの、書き言葉でも使えるようになる。あの、してしまったっていうのを、え、話し言葉ではしちゃったって詰まるようになる。それがちょっと砕けた書き言葉であれば、えっ、ー、と、文字でもしちゃったって書くようになる。 こういうような形で、元々の順番って、まず言葉、あの話し言葉の側が砕けて、えー、砕けた話し言葉で新しい形が生まれて、それがあの文字にも書かれるようになる、というようなあの流れを見ることができます。えっ、ー、と、若い人の書き方とかだと、最近特徴的なのと、アザースかね。 これ、ある時期から、ありがとうございますを詰めて、アザースって書くようになったわけですが、アザースって書かれる前って、アザースって発音とはちょっと違ったわけですよ。あの、砕けてありがとうございます、アザースって言ってたのを、えー、いつの間にか、えー、後から文字に写し取るようになって、アザースと写し取られるようになってそしたら、あの、アザースって発音するようになっ というような形でちょっとずつの変化って見ることができます。で、ここで、あの、今までの流れを、あの、見ていくと、基本的に話し言葉からスタートして、それが、あの、文字、書き言葉の側に流れ込んでいく。という流れをずっと我々は辿っていた。 それって何でかというと、あの、改まった部分、しっかりした部分って砕けにくい、崩れにくいんだけれども、あの、気を許した部分、砕けた環境であれば言葉って変わりやすいわけですね。で、砕けたコミュニケーションをするのって、書き言葉より話し言葉が中心だったわけですよ。 あの、物を書こうって思ったら正式な文章を作るとか、あの、改まったお手紙を書くっていうのが書き言葉であって、話し言葉って今この瞬間にあの仲間をしてペラ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 ,ペラ喋ってるや。そうすると、砕けて気を許したコミュニケーションの大部分ってのは、え会話が中心だったのでえ、話し言葉から新しい形、新しい砕けた形が生まれ、それがあの文字にいつか書かれるようになって定着して広がっていく。という流れをあの、千年以上ずっと繰り返してきた。それがですね、今、 ネットが普及したことによって、逆流現象が起こってんじゃないか。ネットって文字によるコミュニケーションなんですよね。あの、声ではなくて。で、何かを書き込む、え、ツイッターでコミュニケーションを取る、え、で、あの、LINE でコミュニケーションを取る。そこって、あの、 音ではなくて、声ではなくて、えー、文字で打ち込んで、砕けたコミュニケーションをするわけです。そうすると、声に出さないんだけれども、あの、文字で砕けたコミュニケーションをするっていう機会が、あの、飛躍的に増えた。というのが、あの、ごくごく最近、あのー、生まれた珍しい傾向です。そうするとね、もともとは、話し言葉の方から砕けて、それが、あの、定着しきると文字にも書かれるようになるんだけれども、えー、 話し言葉で発音される以前に砕けた書き言葉が生まれて、それが定着すると後から口に出されるように、あの発音されるようになる。というような逆流現象がですね、ようやく最近見られるようになってきたと。それがあのコミュニケーションが、あのネットがあの結構使われるようになって、文字で砕けたコミュニケーションを使う、するようになったということの一つのあの新しい傾向と位置づけることができます。えっ、ー、と、例えば草か。 わらをあの W で書くようになり、え、こいつが草が生えてるようになったの見えるので、あの、ある時期から草生える、草みたいな言い方をし、で、これって、草って口に出してたんじゃなくて、明らかにあのネット上の書き込みで草って書いてたわけですよ。お疲れを落つって書くとかね。で、これがあの古いあのネットのあの略し方ですが、ネットでこう書いていって、口に出して草とは言わなかったんだけれども、え、ネットの言い方をこうやってあの、よく見るようになると、え、リアルの場面でも、口に出して草って表現するようになる。 これがあの綺麗な逆流現象です。そうするとですね、こうやってあの砕けた話し言葉があの文字に書かれるようになる。というのの逆版でですね、砕けた書き言葉が先に生まれ発音されることを想定せず。それが日常会話の中であの発音の中にも流れ込んでいく。というような新しい傾向というのが見られるんじゃないか。で、要はね、尊いとか無理とかってこっちだろうって思われるわけですよ。 書き込み中心。で、それが、あの、おそらく、あの、尊いとか無理とかも、あの、もともとメインは、え口に出して日常会話というよりは、え書き込みの、あの、SNS とかのえ書き込み用語であって、えそれがえ定着していくと、日常でリアルで喋るときにも、あの、使われるようになる。というような流れなのではないか。 そうするとですね、あの、ここまで考えていくと、あの、若者言葉一つとってもですね、あの、話し言葉、書き言葉のあの、差みたいなものというのが、えっ、ー、と、おそらく、あの、広がるのではないかと。蝶とか、マジみたいに、あの、表現するような、話し言葉としての若者言葉と、えー、おそらく SN、SNS 上で、えっと、使われる、砕けた若者言葉って、またちょっと様相が違うはずなんですね。 ので、そこら辺全体を、あの、日本語の姿として、様々な姿として見ていく。というのが、あの、日本語学の、あの、一つの面白さだったりします。ので、あの、タイタニックの映画を見た時に、あの、ちょうど、本校の学生がですね、あの、なんか書いてきたことがあったんですが、これ、あの、話し言葉で言う場合と、えっと、書き込む場合というので、なんとなく違う。 その違いというのを、あの、若い人は絶対感覚できると思うので、えー、改まった中でも話し言葉と書き言葉の違いがあるようにですね。砕けた中でもまた話し言葉と書き言葉の違い、うん、というのがあの見出せる、というのがあの、研究の広さだと思っていただけるといいかと思います。 はい。え、そんなこんなでですね、え、結局あの、ごくごく簡単なご紹介ではありましたが、あの、今日お伝えしたかったことって、あの、大学で研究する日本語とはっていうことの立場なんですね。で、えっ、ー、と、よく勘違いされやすいのが、あの、この言い方合ってますかとか、あの、これは正しい日本語ですかっていうようなことの、丸抜をつけていくという、あの、ことをやるのではないかと。ということなんだけれども、実はそういうことではなくて、 そもそもね、えー、研究するって、えっ、ー、と、自分で考えるってことなわけですよ。で、考えるということは、あの、そこの考える自由さがあって、それの対極になるのが多分知るとか覚えるとかです。考えなくてとにかくあの、知ればいい、覚えればいい。答えが出ればいい。から、えっ、ー、と、丸抜というのは知ったり覚えたりすれば済む話なわけです。それって研究じゃないんですね。 そうではなくて、あの、考えてどのようにあるかということを、あの、自由に考えていく。え、それがあの、日本語学だと思っていただけるといいかと思います。例えば歴史とかで、あの、歴史上の人物で、あの、のね、業績とかを考え、え、位置づけを考えっていうときに、織田信長は結局いいやつなんですか、悪いやつなんですかっていうことが、あの、歴史研究のゴールではないわけじゃないですか。 で、あの、どのような影響があったのかとか、あの、世間的に悪いと言われている人にどういう業績があるのかとかね、むしろ。で、あの、なんでここでこういうことをしたのか、ここでこういうことをしたことが歴史上どういう意味があるのか、えそういうことはいろんな角度で考えていく。で、と同時に、えっと、それぞれあの考える角度ってあるわけですよね。政治に果たした影響とか文化に果たした影響とか、あの、いろんな角度で見ることができる。それと同じで、あの、一つの言葉というのを、あの、いろんな角度で見て、え位置づけを自由に考えていく。 それはあの、これはあの、合ってるんですか間違ってるんですかということとは、あの、根本にち的に違う。というような、あの、ものの見方を、あの、楽しんでいる。というのが、あの、日本語学。だと思っていただけるといいかと思います。なので、あの、決して、あの、若者言葉を排除するわけでもないし、あの、丸抜をつけるわけでもない。で、その分、あの、日本語の多様性、それこそあの、幅の中でですね、あの、幅を楽しみ、幅の位置づけを考え、 えー、ということをやっていくというのがあの日本語学だと思ってもらえるとあのちょっとだけ嬉しいなと思っています。